現在日曜日です。明けた次の木曜日、お師匠が、はい、我らのお師匠にとうとうお会いすると。いや、実際リアル、お会いするのは、うわ、何年ぶりだろう。結構マジでわかんない、覚えてないぐらいです。最後会ったのが、お会いしたことはもちろんあるんですけど、ぐらい久しぶりにお師匠が、僕がやってる桜橋919、4000頭身続き6期の桜橋919という、番組 のゲストに来てくれると、放送局はラジオ大阪、全国一局ネットの東京はミクチャスタジオに、深夜生放送で来てくれます。意味がわかりません、はい。まあ、多分これが上がってる時はちょうど多分ミクチャのアーカイブとか、ラジコプレミアムのタイムフリーとかで聞けると思うんで、気になる方はぜひ放送を、あとは、毎週木曜日の夜11時からレギュラーやってるんで、ぜひ面白いんで、はい、ってなことで菅田将暉さんが来てくれると。で、まあ、やっぱね、僕からしたら本当洋服の師匠さんみたいなものです。直接菅田さんに伝授してもらったことありませんが、こう常にかっこいいなとかって、みたいな、これみんなさ結局買ったの、だからてかさ買った、ちゃんと、忘れてたけど、これいや、これ服好きでこれ買ってないなんて、ほんとエアップよ、ほぼほぼエアップみたいなもんよ。まあね、まあ僕は、まあこれは要は、まあ菅田さんのこう服を着てる姿、着服のその存在感がいろいろ出てるんですが、もちろん衣装のものから、本当に私服まで載ってます。で、今日はですね、これに関する動画は過去にこれが発売された時に出してるんですよ。今回は、放送前です。まだ須田さんどんな格好で来てくれるかという予想をしたいと思います。ここですね。やっぱね、ラジオに、まあスタイ、衣装はやっぱスタイリストの方が組んでるものなんで、かっこいいのはもちろんのことね。一旦それは置いといて、ラジオにさらっと現れる須田さん、マジかっこいいのよ。その過去のオールナイトニッポンのブログとかで、こうなんか放送の時に写真が上がってきたりね、それ見てたわけ結構で、要はその時のそのラジオにフラッと着てきた服装とかも、まあ、いっぱい載ってるんだけど、かっこいいんだよね。これです。やっぱこのぐらいさらっとしたもののかっこよさってあるなって思ってて、一体どれの感じで来るのかっていう予想をします。でしかもね、夏の菅田将暉マジかっこいいんだよね、正直。うわー、こうやって見ると結構俺インスパイ受けちゃってる、正直ちょっともう恥ずかしながら言うけど、いや結構インスパイア受けちゃってんな。で、これとかさって見せたいんだよな、本当はな。最新のというか、まあ最近こう山田裕貴さんの番組にゲストで出た時は、これは番組のその山田裕貴さんの番組のブログが写真上げてて、一緒に写真撮ったの。なんか下にこう網の メッシュ地、なんか目の粗いメッシュ地というか、なんか網のこんなロンティー地味たものの上から、古着の T シャツ、80年代ですかね、多分シングルっぽいな、ステッチも90、80年代ぐらいの古い T シャツを着てると、かっこいい。まあ湯気き、やっぱ菅田将暉ファッションやりに来てんな、これな。金髪薄眉毛にこの前髪、なんかいや、やりに来てるな。まだまだ。現役だな、結構。むしろ。落ち着いてない。落ち着いてないね。はしゃいじゃってんじゃん。
うわーどうなんだろう、うわーどうなんだろう。でミクチャの配信はあるんですけど、で僕はこう毎回こう映像で抜かれてて、ただ須田さんはまあもちろんこう向こうの事情もあるんで映像配信がないんですよ。だからこう見られることを意識する必要はないからわかんないけど、もう、言うて6月の半ばでしょ。で最近暑いじゃん。あその日も割と暖かそう。ロンティーかな。いやもう半袖だと思うんだよな。夜ですもんね。夜だけど空調ないんだよねうちスタジオに。俺汗だくやってんの来週毎週ラジオ。夏死にかけながらやってんだけど。だから多分半袖のまあ T シャツベースだと思うんだよね。T シャツデニムなのかな。なんかカーゴパンツ系の可能性もあったりすんのよな。ワークパンツみたいな。いや最近どうなんだろうな。とこれしかないね俺最新の菅田将暉私服情報が。でも、まあ、今更菅田将暉さんほどの人がその大きく系統が変わってることはないと思うんだよね。まあよく本人のラジオの時はやっぱスポーツ系そのメーカー系のものブランドってるメーカーって感じのものちょっとなんかスポーティーな T シャツとデニムとか意外とあとね本当今これ僕のページにあります何でもいい費用ボーダーみたいなボーダーとかの雑バンティーとかの、まあ、雑に T シャツデニムかかよやっぱまあ夜そのちょっとそう温気温下がる可能性があるじゃん羽織が欲しいから暑いのは T シャツデニムにやっぱチェックシャツ羽織だよね。いや須田将暉って言えばチェックシャツ羽織暑いけどな俺の中で。あのゲストに呼んでもらって須田さんのラジオに出た時は須田さんは、まあ、デニムにジップパーカー覚えてる覚えてる覚えてるにキャップ、あそこからだよ。てか、あの、須田さん、俺、その、全部、チェックシャツ好きなのとか、ジップパーカーとか、好きなの。ま、須田さんだ。いやー、するもん、俺。サングラスとかかけてきたらどうする？いや、あの、パリコレの時みたいなテンションで来るかもしれない。レイヤード？まあ、言ったら、その、さあ山田くんの出た時とかもまあ言ったらレイヤードスタイルだと思うんだけどさ、どうしようそんなことしてきたら俺何着てくてかてかじゃあそうだよ俺何着てこうかな、かましてえな。やっぱり褒められたいですか？褒められたい、めちゃめちゃ褒められたい。 CM 中とかになんかえどこのなんそれみたいな言われたい。めちゃめちゃ嬉しいです。嬉しい。帽子メガネ T シャツじゃない？あキャップキャップ、いやニット帽やるんだよなあの人。ニット帽夏のニット帽 T シャツ結構やってるの。暑いな、暑いって情報が入ってると思うからキャップメガネメガネとかかけてきそう。なんかに T シャツ何だろう、なんかそのサンダルみたいなことはしないと思うんだけど、そこまでラフではないと思うけど、コンバース系か。いやこの人コンバース履いてたらテンション上がる。ニューバランスもある。ニューバランスもあるんだよね。いやで何でもあるのよ。ナイキもあったし、あの平たいやつのさ昔のちょっとランニングシューズスタイルなのナイキ。あーいや革靴はさすがにやってこないよな。スニーカーだと思うんだよね。でアディダスもあるしさ普通に何でもあんのよ。砂まさきにありえない格好ないからね。アディダスも入ってんな。僕ファンクラブ入ってるんですけど、おたまにマネージャーさんのおうおう
楽屋ショットみたいな。そう。え、いくら毎月？え、でも何百円です。ま、500円ぐらい、1万円ぐらいかもしれない。え、入ろうかな。ちなみに俺ニューバランス今持ってる、一足だけ持ってるけど、それあの僕が昔お邪魔、招待が来てお邪魔させてもらったツアーの最後東京の時に履いてたのと全く同じの買いました。はい、その一足だけ持ってます。見て買ったんですか？見て買った。で見てもうしこたま調べて、客席から見てて、あれなんでモデルだってのもうめっちゃ調べて買いました。これです。やっぱこの熱量がないと。いや、チェックシャツだと思うな。シャツ羽織って T シャツシャツだと思うな。にまあデニムニューバランスが俺が知る須田将暉だわ。超えてくる可能性あるよ全然。まあ、やっぱこっちの予想範疇なんて楽に超えてくんじゃんって可能性全然あるからね。かっこいいな、楽しみだな。こんな機会ないから。須田さんがゲストに来てくれる芸人のラジオなんて本当マジで限られてるから、そのこうリスペクトがあるからこそやっぱ雑な時間の使い方したくないね。なんでまあぜひちょっと、まああのこの動画をまあ1ヶ月先とかじゃないタイミングで見た人、上がった直後の人はあのアーカイブとかで見れますんでね、ぜひちょっと放送も楽しんでいただきつつということでよろしくお願いいたします。ちょっと楽しみにしておきます。結論としては、結論 T シャツ、キャップ T シャツシャツ、頭キャップの T シャツにシャツ羽織でデニムじゃない、ボーダー、いやいや、まあ、山ハットかもボーダーにしよう。もう雑ボーダー、ボーダーティーにジップのフーディーでデニムじゃね、あの古着系の結構ストレートのちょっとその綺麗な色も結構パリッとついてるタイプの綺麗なデニムにニューバランス、これでいこう。これ当たったらすげえ、普通に当たったらすげえし、外れてても多分どれかかすってると思う。そのチェックシャツとかそっちだったかみたいなことになってると思うから、ちょっとじゃあそんな形で今回来るということで、久々に須田将暉についてでした。僕の中皆さんもぜひ着服しておすすめです。